おはようございます、くるみです。今日はですね、ショートヘアでお団子を作る方法についてシェアをしたいと思います。インスタグラムで、このような髪の短さでどのようにお団子をしてるんですかという質問を受けましたので、今日は実際にお団子をしていきたいと思います。今ちょうど寝起きの髪の毛の状態なので、ここからお団子にしていこうと思います。まず使う道具をご紹介したいと思うんですけれども、まず最初にヘアブラシ、紐ゴムですね。長さは適当で、私は結構長めに使ってます。と U ピンですね。 U ピンも数本使います。あとはアメリカピンですね。私はこの先っちょに丸い玉がついてないのが好きなので、こういう平たいタイプを使ってます。今回大事なのがこのフェラゴムです。これもなんか100均で売ってる、安くていっぱい入ってるやつです。で、今日は特にスタイリング剤とかをつけずにやっていこうと思います。普段はギャツビーとかのジェルとか、あとケープの紫とかを使ったりとかしてます。何でも自分の髪の毛がまとまりやすいものであれば問題ないかなと思います。で、ガチガチに磨きたい時はもう最初に結構根元からすごいびしょびしょに濡らしてがっちり磨いていくんですけど、今日は普通にあんまりそのガチガチに固めないバージョンでラフな感じでやっていこうと思います。なので今日はヘアネットも使わずにやろうと思うんですけど、普段はこういう濃いヘアネットも使うし、本番の時はこういう目立ちにくい薄いものを使ってます。これはチャコットさんかなで買ったものになります。こっちは100均で買いました。なんか前これに似たやつでシルビアかなんかで買ったやつがすごい気に入ってたんですけど、なんかなくしてしまってなので今はちょっとこれで代用してます。で、きちんとネットをつける場合は髪が短いと結構潰しにくいので、そういう場合はこう結び目の周りにつけられるようなつけ毛を使ったりとかしてたんですけど、今日はそういうのもなしで本当にただまとめるだけでやっていこうと思います。それではスタートです。はい、まずはですね、当たり前ですがブラシで溶かしていきます。途中で後ろ向こうと思うので、最初は前向きにスタートしますね。で、ポイントは髪が長い時と同じ位置で結ぶように髪をまとめていきます。ちょっと今日前髪なんか適当に残して、後でピンで留めますね。で、まあ位置なんですけど、まあだいたいこの顎のラインですかね、顎のラインぐらいでちょうどいいと思います。私なんかちょうどこの辺に平らな部分があるので、そこに乗せる感じで作っていきます。で、そこにめがけて結んでも絶対短いところ遅れ毛みたいなこぼれ毛が出るので、これは後で留めていくので、このまま気にせずにまとめていきます。私かなり性格が大雑把で、しかも不器用なので、もう本当にざっくりなんですけど、で、全部櫛でやるよっていう方も結構多いと思うんですけど、私は櫛だとちょっと弱く、力加減が弱いので、ブラシのこのもうブラシの部分を持って使ってます。で、綺麗に固めたりとかするときは最後仕上げで櫛通したりとかするんですけど、
ってはですね、結んでいこうと思います。紐ゴムをですね、小指に引っ掛けて結んでいきます。今ですね、ハーフアップの状態になりました。すごい引っ張ったんで目がすごい釣り目になったんですけど、このぐらいガチッと引っ張っちゃって大丈夫です。横向くとこういう感じですね、ちょんまげみたいな感じになってます。でですね、この遅れ毛が多分皆さん問題だと思うんですけれども、この遅れ毛をですね止めていきます。その時に使うのがプラゴムです。量が少なければ1本でもいいんですけど、私の場合まだ髪が結構短く、この辺結構髪あるので2つ結びにしていきたいと思います。もう本当にやり方は簡単で、このはみ出ちゃってる毛を、まあ、適当に2つに分けてそれぞれいわきます。顔が、目がだいぶ映ってますね。はい、今両方結びました。前からでも分かるぐらいこんな感じです。はい、ではですね、これを上に向かって留めていきます。このこれをこういうふうに、まあ当然のことながら畳んで留めていきます。形でですね、上を留めてこぼれた毛をプラゴムで結んで、それを折りたたんで上に向かってアメピンで留めると、こういう感じでちゃんと遅れ毛を上に向かって留めることができます。こうするとある程度髪が短くても上に向かってちゃんと髪をまとめることができるので、簡単だしおすすめです。で最後これをまとめていきます。ネット使ってまとめるってなると、これだとうまく潰すのに毛量、うまくお団子を潰すのに毛量がちょっと足りないので、中学生の頃とかはこのヘアゴムの周りにつけられるタイプのつけ毛をして一緒にこう潰して作ってたんですけど、今日はちょっと手元に付け毛がないので、ネットなしでこの毛だけで留めていこうと思います。よくネットなしでお団子すると崩れちゃうなっていうことがあると思うんですけれども、私は一つゴムをかませることでそれを解消しています。やり方は簡単で、下を向いて髪バーって噴水みたいにして、
留め終わりました。やっぱりちょっとスタイリング剤をつけてないのでふわふわちょっと毛が気になるかなとは思うんですけど、まあ、こんな感じでこのぐらい肩につかないぐらいの短さでもお団子にすることができます。まあ、もちろんですね、まあ、おくる毛止めてる部分とかも、まあ、多少こう ピンピンってなるし、まあ、長い時みたいにこうつるんって綺麗にまとめるっていうのはかなり難しいんですけど、あの短くてもこういう下の部分を工夫したりすればお団子にはできるので、まあ、教室によってはねもう本当につるんっていうお団子じゃないとダメっていう教室もあると思うんですけれども、まあ、自粛期間中ね試しに髪を切ってみたとかっていう場合であれば、こういう形でまとめてお稽古っていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あのスタイリング剤をもっとちゃんとつければ、まあ、もちろんこの辺のふわふわ毛もそうですし、この毛先の部分ももうちょっと目立たなくできるので、よかったら試してみてください。はい、今日の動画はこれで終わります。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。